けで佐藤拓磨、富樫にはツイッチせずにムーニーへ、しっかり信州もついていきますが富樫のプッシュレイアップ、集中してですね、いい入りしてますよね、はい、これは千葉ジェッツの最初の、前田にはジョシュダンカン、ここはヤビス、おーっとトムーニーのスティール、ターンオーバー、富樫、ダンカン、ダンカン入っていくのレイアップ、このターンオーバーですよね、はい、その怪我人が続出する時期まではシーズン開幕からは9勝5敗といい入りをしていました。ダンカンのバックボードを使ってのうまいショット、さあ大倉壮太、大倉入っていってのショット、ふわっと浮かった巧みなショットです。千葉にファストブレイクをいかに許さないか、はい、まあ、この辺り藤永入っていってリバースでやっと大倉、大倉ポンポンと2ポイント連続得点です。ディフェンスのビジョンだと思うんですけど、はい、そうですね、はい、切ってしまったので、はい、ジョシュダンカンのスクリーン、ピックアンドロールから入っていってダンカン、ダンカン今日も高確率でシュート決めています、ね、ここまでフィールドゴール6分の5です、良さが出ました、これは先ほどの得点です。ここもダンカン選手までしっかり我慢してますよね、はい、千葉はピックアンドロールから必ずインサイドのアタック見てるので、ここの強さは強調してきています、ね、西山エンドワン、うまいですね、しっかり6点差ついていっています信州です。あとはディフェンス、ここ1本ですね、ムーニーオープン、ここを見ていました西村です、オフィシャルタイムアウト、西村からのスローイン、佐藤拓磨へ、マーシャルを使います、ムーニーを押し込んでマーシャル、うわーブロック、ムーニーのブロックショット、はい、オープン、佐藤拓磨コーナースリー、ロングリバウンド、ムーニー触って拾ったのは前田です、前田栗原も走っている、前田自ら持っていってレイアップ、エンドワン、ここでマクエンリーに強く行きました、なんとか繋いで熊谷へ、そうです、今ゾーンでゾーンやってますよね、はい、千葉はね、そしてホーキンソンの3、しっかりコミュニケーション取ってほしいです、藤永、ここはスミスへ、スミス、うわー、すごいですね、すごいクラッチでしたね、終わりなんですけど、はい、おそらくそうですね、ちょっとその前のディフェンスで後手になってしまったので、はい、これですね、はい、ヤンジェミンがあっさり入れ替えられました、ヤン選手が、はい、前田のスクリーン入っていって熊谷のレイアップ、熊谷のスピードがいきました、赤尾がここは入っていってディッシュパス、ギャビンブロック、マッケンリーがブロック飛びました、そして前田のプッシュ、前田連続してレイアップ、素晴らしいですね、はい、その前のもうディフェンスも全員が、熊谷がずっとプレーを続けます、信州スミスでスイッチ、クリストファー・スミス、ギャビン・エドワーズ、スミスがよく見ていました、いや惜しかったですね、決めたいところでしたね、はい、さあスミス、ギャビン・エドワーズ、ギャビン、ファストブレックを第3クォーター残り時間ギリギリのところで完結させました、これはインサイド千葉のディフェンスです、はい、大倉オープン、西村へスミス、スミス、うわー決めた、すごいこれは、すごいショットだ、まあ、この辺りのアタック非常に光っています、原ユーロステップからバンクショット、うん、落ち着いてますね、しっかり体をぶつけてからスピードを殺してますしね、はい、枝も4つ目、いよいよファウルトラブル、ちょっと苦しくなりました、はい、今度はショートして落ちました、さあ今度はプッシュします、富樫です、原へ、そしてムーニーだ、ムーニーのスラム、そして新州後半2度目のタイムアウト、その辺の本来の動きをまた取り戻したのかなと、やはりこの、まあ、新州千葉と互角にずっとやってたと思うんですけども、ある、あの一定の時間は、はい、ショットクロックまた残り14秒か、熊谷が行く、熊谷のレイアップ、ここはスピードのミスマッチをつきました、ここから動き出してショットクロック残り5秒、スミス潜り込んでのレイアップ、ほとんど個人技だけでこのショットクロックを使い切って決め切りました、クリストファー・スミス、
そしてここで長いブザー、試合終了。ディフェンディングチャンピオン、東地区首位の千葉ジェッツ、2022年の初戦です。